こんばんは。ポリじゃなくてリック学会です。今日はですね、こちらの水槽の中をちょっとよく見ていただきたいんですけど、魚じゃなくてですね、今日見ていただくのは、こちらですね。そこの方を見ていただくと苔がだいぶついているのがわかるかと思います。これ水槽を立ち上げてからだいたい2年半過ぎたところぐらいなんですね。で、一応水替えをする際にこう、まあ、苔を取るときにそことかも掃除してるんですけど、どうしてもなかなか取りきれないんですよね。なので今日はこういった頑固なというかですね、残ってしまったちょっと固めの苔をしっかり取っていきたいなと思ってます。まあ、動画を撮る上でもですね、あんまりやっぱりちょっとバッグが汚いのはどうかなとずっとちょっと思ってはいたんで、この機会にやっていきたいと思っています。で、それをまあこんなのがどうなったんだよっていうのをちょっと今回見ていただければと思ってます。で、今回この掃除に使うのが、こちらのですね、100均で買ってきたスプラトゥーンじゃなくて三角定規ですね、とか分度器とか、まあ、そういったものをですね、ダイソーで買ってきましたんで、これを使って、どこまで落ちるかですね、やってみたいと思ってます。で、実際これから作業に入る前にまず水を抜きますので、通常のまあ市販されている水抜くやつですね、これを使って水槽の下に、落とすようにします。で、こちらの部分に、まあ、こう給水用の蛇口があるんですけど、排水口が下に、まあ、猫はちょっと邪魔で見えないんですけど、こちらにあります。ホース刺さっているのが見えるかと思うんですけど、そちらの方にですね、落としていくようになります。で、まず水を抜いて、まあ、抜いてというか抜きながらですね、中の作業をしていくようになります。で、作業している空気はちょっと取れないんで、この後は作業が終わった後ですね、こんな感じですよというふうな、ところを見ていただければと思います。こちらろ過槽になります。まあ、ろ過槽も汚れてるんで、そのうち掃除をまた定期的にやってはいるんですけど、していきたいなというところではありますね。はい。で、作業が終わりまして、引き続きちょっと残りの汚い水を抜いているところに、なります。まあまあ正面の苔はライトのところとか綺麗に落ちてはいるんですけど、裏がまだちょっとね濁ってて、よく本当に取れてるかどうかわからないような状態ですね。で、この後ですね、また作業の方を進めていきます。で、水を抜いたら今度はこちらの上の水槽から落ちてくるところ、一番最初の物理ろ過槽ですね、こちらのスポンジを交換していきたいと思います。これ60センチ水槽用の高密度のマットというやつですね。で、普段からこれ使ってますので、これを交換した後ですね、もうさっきと全然色が違いますね。もうさっき真っ黒だったの で、この上にさらにこのちょっと厚手のですね、フィルターを置きます。これをやることでだいぶ楽水音がなくなるようになります。これがないとバタ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 というような音がずっとしてるので、で、これをきれいにセットして、こちらの方はこれで完了ですね。きれいに60センチ水槽用のやつがぴったり収まるような寸法になっています。で、この下に第二物理ろ過があって、で、その後ですね、生物ろ過ですね。で、これがこの横にあるポンプ、ちょっと今この後少し移動してお見せするんですけど、丸い筒状のものがあると思うんですけど、このポンプで上にこの白いホースを通って組み上げていくというような形ですね。で、これが給水の風景になります。下に先ほど蛇口があるよというお伝えしたと思うんですけど、そこからも直接ここに水を入れるような形ですね。もうこれも家建てる時からこの位置に排水口と給水と設計してましたので、これでその場で給排水ができるというようになってます。で、当然温水が出るようになってます。で、これ水道から浄化の機械を通して上に持っていくというような形ですね。こういった形で給水の方を行っています。浄水器ですね。はい。で、これでしばらく置いて満水になるまで放置しています。まあ、なかなかどれぐらいかかるかな、
30分ぐらいですかね。で、ようやっと満水になったところ、まだ水の濁りはね、当然あるんですけど、これからですね、これはもうろ過を回してますんで徐々にきれいになっていきます。これから1時間ぐらい経つと割とですね、もう透明になって大体、普段に近い形ですね。でこれが、作業してから大体10時間程度、経った、状況です。でご覧になっていただけると分かると思うんですけど、バックと、両サイドと底がだいぶきれいになったんじゃないかなと思います。まだねちょっと実際細かく見ていくと取り切れてないところもあるんですけど、100均のねダイソーの、三角定規でもこれぐらいは取れるよというようなところですね。私昔からねガラスの水槽を使っている頃から三角定規で全部ゴシゴシ表面もやってたりとかしてたんですけど、アクリル水槽なんで三角定規とか使ってちょっと傷つくのが怖いんで、普段ガラスというか透明な面はですね、スポンジを使って掃除してます。さっき高密度マットって見せたと思うんですけど、あれを切り取ってあれで掃除してます。ネット屋さんで聞いたらね、そういうので十分だよって教えてくれて、傷つかないようにしたらどういう、傷つかないようにするためには、どうしたいんですかって質問したら、ああいうのを切って使えば大丈夫だよっていうことだったんで、そういったやつでですね掃除を、しています。言うてまね見るとやっぱりちょっとどうしても小傷はいっぱいあるんですけど、それでも2年半週1か2週に1遍ぐらいのペースで掃除して、そんなにね見えなくなるように白くなってしまうような状況ではないんで、今のところいいのかなと思っています。2年半溜め込んだ苔が、ガリガリこすってこういうこれぐらい綺麗になりましたという今回の報告になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。今日のですね、お掃除の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。また次回以降ですね、魚の個別の紹介ですとか餌やりの風景とか、上げていきたいと思いますので、今後もよろしくお願いします。よければですねチャンネル登録と高評価の方よろしく、コメントの方ですね、もよろしくお願いいたします。それでは失礼します。